東屋駅の駅弁、東屋のホッキ飯を購入しましたので、開けてみたいと思います。東屋駅ではね、有名な駅弁ですよ。開けますとね、こんな感じで、すごい色が鮮やかなね、ホッキ貝です。素晴らしい。これをね、後で食べてみたいと思います。では、食べてみましょう。まずはホッキですね。美味しそう。すごいシコシコして、ホッキ貝独特のね、歯ごたえも美味しいですね。ご飯、茶飯ですね。ご飯うまいな。最高。ホタテもね、入ってんだよね。美味しそう。食べてみるね。美味しい。ほっぺが落ちちゃうよ、これ。なんだろう、この美味しさ。ほんとこれおすすめだね。洞爺駅の駅弁、洞爺のホッキ飯でした。大満足。